北極ウサギは、ウサギ目ウサギ科のウサギ属に属するウサギの一種。北極圏や産地のような極寒の環境に適応している。グリーンランドのツンドラ地域からカナダの北端にかけて分布している。北極ウサギは現存するウサギ目の中で最も大きくなる種の一つである。平均的な体長は43から70センチメートルである。 体重はおよそ2.5から5 5キログラムになり、大型の個体では7キログラムを超える。極寒地域で生存するために、体表は厚い毛で覆われている。分布域の南方では、同地域に生息する他の動物のように、環境の変化に伴って、カモフラージュのために、毛の生え変わりが起こり、夏場は褐色や灰色、冬場は白色になる。しかしながら、カナダから遠く離れた、 北方地域では夏の期間が非常に短く年間を通して白色のままである。長い後ろ足を持ち時速 60km 以上で走ることが可能である。雪に残された北極ウサギの足跡主にサリックスアークティカのような木と植物を食料とする。その他に眼光乱属植物の目や果実、苔やチー類、その他様々な双本を食べる。 雪に埋もれた植物を前足と鼻を使って掘り起こして食べることができる。さらに、凍った魚や罠にかかった動物の肉などを食べているとの報告がある。北極ウサギの捕食者には、北極オカミ、北極狐、ツネ、オコジョがいる。通常は単独で行動しているが、時に大規模な群れを作って行動することがある。一羽のオスが複数のメスと交尾する。 メスは6月頃、およそ2から8羽の子を産む。子は十分に成長し、単独で生存できる状態になるまで母の元で生活する。平均寿命は5年程度である。過去に雪ギの亜種であると考えられていたが、現在は別種であるとされている。4亜種が存在する。ありがとうございます。